サキさん、こんばんは。ネオ FP 藤井です。えー、っとですね。今日は、こ、ちょっとこんな感じですいません。えー、っと、朝一からですね。ずっと外出ててですね、今日は。あと、仕事で。で、夕方も帰ってきて、すぐ、着替えて、出た,った、出ちゃったので、こんな感じです。えー、っと、ごめんなさい。失礼します。えー、っとですね、19日ですね。 の報告を見てていまして最後2件アフィリを4000円決めていただいてなおかつメルカリが5件決まりましたね。よかったですね。で、えー、と見事21万2000飛んで97円、えー、20万のお台をクリアということで本当にお疲れ様でした。おめでとうございます。えー、出品数最後8件で総出品数111件なんで、えー、っと目標が110件だってちょうどね ええー、超えてきたということでギリギリだったんですが達成しましたあギリギリでも達成は達成ですからあ素晴らしいなと思いますええー、これはね絶対キャリアになるんで、えー、武器に、えー、将来なりますんでね、えー、非常に、えー、よろしかったんじゃないかなと思いますえー、っとさきさんの印象はですねなんていうかなうん結構得意不得意がなんかこう明確に見える人だな っててていうのは正直感じてましてえっ、ー、と YouTube なんかね多分パンパンパンと得意なんでできるたと思うんですよただ出品っていうことになるとえっ、ー、とまあ周りの人と比べるとあれなんだけどまああのまあ言い方悪いんだけどえっ、ー、と量をこなす感じがえーね、最後すごい追い上げていただきましたけど、えー、見えて 辛かったのは正直な感想です。まあ、ただね、向き不向きがあるんで、まあ、最初の1ヶ月間でね、物販をやっていただいて、今後やっていただくかどうかっていうのもご自身で選択していただきたいんですが、まあ、物販の中に基礎力があるという意味で、えー、ヤフオクもね、やっていただいてますし、メルカリもやっていただいてたので、あのー、基礎力はね、かなりついてた、ついてきたんじゃないかなと、僕自身は思います。 はい何よりですね、目標、立った目標を必ずクリアしてきたっていうのがね、あの素晴らしいなと思います、えー。ご主人さんもね、なんか、もし、あれだと見てるのかもしれないですけど、あの物販だと思いますし、えー、輸出ね、えー、頑張っていただきたいなと思います。えー、さきさんもね、ご主人さんに負けずに、はい、あのこの女性のね、指導者、スギちゃん追いつけ追い越せ、ですね、えー、花井さんに追いつけみたいな。 はいえー、ぜひ女性のね指導者若いうちから24歳のうちから実力をつけて4年後ですね4年後を見せて28の時に、えー、情報発信もしてこう物販もしてコンサルもしてもう月収余裕で100万超えてますみたいなあ女性をですね、えー、目指してほしいと思いますし、えー、来月はまあ来年にはですねぜひあの北海道に、えー、ご主人と頑張って、えー、月収のね 世帯収入100万の世帯を作っていただきたいなと思います。ちなみに世帯年収が、月収が100万ということは年収で1200万じゃないですか。ただも完全にトップ層ですからね。はい。一流企業の、うん、役員クラスですよ。本当に。はい。えー、まあ大手企業であればあ、部長クラスとかですね。まあ本当に一流企業になると、まあ役職クラスですけど、うん、家でできちゃうってことね。 えっとこかなと思います、はいえーとまあね何よりもお疲れ様でしたということが、えー、お伝えしたかったなと思いますが、えー、と最後にですねこの僕はねこのさきさんだけにこのメッセージをね今送っているわけなんですけどあの目的はお疲れ様でしたが言いたかったっていうのが一つとで2つ目がこの動画を受け取った時のどういう感情というか 気持ちになったたたか、はい、をぜひ感想とししていいだきたいですしもしね、これを、こういうね、ダイレクトメッセージです、本当に。はい、えダイレクトメッセージを使って、自分のビジネスにね、どう活かせるかっていうところをね、えー、よかったら感想いただけたらと思います。えー、こんな格好ですいませんですが、えー、残り1ヶ月、頑張っていきましょう。お疲れ様です。